はようございます。花ちゃんです。つい先ほど、ちょっと絶望的な、超高校級の絶望的な事件が起きました。はい。プラモを移動してた時にですね、このトライアンフの TR3 がですね、C ボタンの上に落ちてしまいましてですね、こんな状態になっちゃいました。ぶっちゃけた話をすると、トライアンフのプラモは、正直そんないい出来じゃなかったし、あんまりね、思い入れとかはなかったんですけど、ほんと C ボタンのプラモが、すごいお気に入りだったので、ちょっとショックを受けています。まぁちょっとちゃんと復元はしますけど、というわけでですね、ちょっとムカついたのでですね、昨日ちょっとダイソーに用事があって行った時にですね、プラモの展示にちょうど良さげなケースを見つけましたので、ちょっと大人買いしてこようと思います。はい。というわけで、以上、とりあえずご報告です。